はい、J チャンネル J です。久しぶりにですね、弾き方の解説動画ですね、やってみたいと思います。ちょっと冬の曲、ちょっと春が来るってことであれなんですが、これやってみたいと思います。キュンキュンの歌ですね。これね、結構オン G とかオン D とかいろいろ入ってくるんですけど、今回はもうほんと簡単バージョンで、初心者でも弾けるある程度難しいコードは出てきますけれど、まあ簡単にアレンジして、解説をしてみたいと思います。ね、興味がありましたらぜひね見ていただきたいと思いますが、カーポーはなしで Em からやりますね。 Em から、であとはやって覚えておいて自分のキーに合わせてもらえたらと思いますね。で、難しいところはコードチェンジが早いんですね。1小節に2つ入っています。最初は Em と D が入っています。で、今度 C と Bm、 Bm はちょっとね、今度ね収録でありますけどね、はい、C と D 下に出てますね。 G と B7、 まずこれが弾けるようにならないといけないですね。 Em と D、 そこから C と Bm で C、D、 G と B7、 難しいのは Bm と B7 ですね。この右手はツクチャカツクチャカ、1 2 3 4 1 2 3 4、でコードチェンジは1 2が Em、 3 4が D ですね。1 2 3 4、愛は1 2 3 4、風の中恋に落ちたあの日から、こっから気づかまで今、D7 ですね。気づかぬうちに心はあなたを求めてた。 Bm と Bm7 でもいいですかね。こんな感じですね。どうでしょうか、できそうですかね。こんな感じですね。そこから B メロですね。なかなで G 切り替え、Em なんてしておいて、なかな G 行かないで、恋心よ願いが叶うなら、涙の泡を越えて全てを忘れたい。ここですね。これが B メロで、今度サビですね。切ない片思い、あなた気づかない。ここは E でいいですね。僕はあの E セブンサソーを入れてますけど、 E サソーかな、本当です。 E サソーから E が、僕は E セブンサソーから A、 E、 こんな感じでしょうかね。どうでしょうか、できそうでしょうかね。まあ、ツークチャカ、この普通のよりかちょっとコードチューニング早いですね。 C、G、D、 感想 E マイナーですね。多少簡単にアレンジしてますのでね、ご了承いただきたいと思います。2番、2番ですね。あなたの背中見つめ、恋の言葉さ、愛の言葉ささやけば、気づかぬ気づかぬうちに届かぬ思いが胸に燃え受けてくだけ。 Bm メロね。嵐ほどの星空に天使のお部屋すぐに、ここだけね。から新たなまた C メロというかな、恋人たちは C メジャーセブンですね。恋人たちはいつか心を傷つくたび、これは4つ弾きます。 1 2 3 4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 
は B7 で、そこからまた今年に早くなります。 CD その手に確かな夢を掴んで、ここですね。この今度は転調するんです。転調なしでいきますね。白いシャツのパンダ、ここは一人なんでこうね掛けができないんで、かぶってね、切ない片思いあなたは気づかない、ここはね E マイナーでもいいかな、あなたは気づかない、ここで切ない片思いあなたは気づかない、これぐらいで終わってもいいと思うんです。いかがでしょうかね。終わり方はまたね工夫してもらったらいいと思うんですけど、とりあえずこの弾き方だけねやってもらったらいいと思うんです。いかがでしょうかね。つくちゃか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 、そこで切り替えてみますね。あんまりこの曲調がしっとりしてるんで、チャカチャカってやるとちょっと曲調に合わないと思いますね。こんな感じでちょっとこうねイメージがぶっ壊れますので、ズクチャカズクササイクな感じでやったりと思いますね。どうでしょうか、練習してみてください。まずこのコードチェンジを覚えていかないと、難しいこととかやっても難しいと思うので、まず今回のパート1ではこのコードチェンジの切り替えだけを練習して、また次にね行ってもらったらいいと思うんです。いかがでしょうかね。はい、これを練習してみてくださいね。はい、いかがでしょうかね。もしわからないところありましたらまた質問してもらったらできると思います。パート2ではもうちょっとこうね中級っぽい弾き方もやってみたいと思います。それでよかったらね、ぜひチャンネル見ていただきたいと思います。はい、今回はね、ちょっと春が来てるんですけどね、急いでやりました。木枯らしに吹かれて曲曲の曲です。はい、ぜひチャンネルでした。よかったらチャンネル登録してね、また次を見ていただきたいと思います。ぜひチャンネルでした。